ベッドってどこ？ん？ベッドじゃないもんね、これ。ベッド？これ鍵かかってるでしょ？もしかしてさ、ベッドってさ、上か。この寝袋のことじゃないよね。あったあった、これだ。ベッド？でもこれ手術台？手術台でしょ？もしかしてベッドってこれ？なるほど、そういうことか。巻かないといけないのね。あ、ちょ、待って、動けない。今動けなかったんですけど、どういうことですか？ここの、こうして、こうするでしょ？で、ここ、バレるバレるバレるバレバレ。どうする？あれ、バレるな。ってことは、タンスじゃダメなんだ。タンスじゃダメ。図書館、本棚でぐるぐる、多分これ無理なんだよ。これ多分早い。来るのが早くて。ほら。早いから、ここでちょっとぐるぐるしましょう。ここで青鬼さんとふわふわするじゃん。これでふわして、時間を稼ぎつつ、こうして、あれちょっと待って。青鬼のインコースへの、インコースが早い。だってこれ、たかし、オッケー！よし！ちょっとセーブしよう。ナイスナイス。あそこで時間稼げばね、多分大丈夫だと。でも、たけしも捕まったらあれアウトなのかな。ちょっとそこら辺も見とけばよかったな、わざとやられて。で、これじゃないの？ほら！電話線？思ってたんと違うぞ。電話線？電話線ってことは、どっか電話できるとこあった？ん？ベッドがあるところって言ったらここしかないんだけどね。ここの、電話？またあったんだけど。また？あ、やられた時に僕あれなんだ、撮ってないんだ。何してんの、トライングさん。これですよ。ちょっと待ってください。やめてくださいよ、それ。恥ずかしいから、205号室。はい。205号室どこですか ?250、255号室やね。205号室。ここか。ここ、ちょっとなんでたけしちょっと離れて歩いてんの？ここね。なるほど、オッケーオッケー。で、電話線を、これって使える。ここでは使えない。でもここ、あれ？あ、これ？あ、これだ！ちょっと待てよ。アイテム、電話線。はい、使用する。で、なにこれ？で、205号室にかければいいんだ。あ、分かった、オッケーオッケーオッケー。オッケーだ。よし、よかったぜ。セーブ。よし、こっからはもう、一気にエレベーターまで行けるかな。じゃあまずナークスコール3回。ワン、ツー、スリー、朝倉！行きましょう。で、205号室にかける。ベッドがある部屋。205号室。行け。びっくりました。205号室に繋がった。205号室から物音が聞こえた。物音？ What do you do?小さな恋の歌ゲットしたんだけど、やったー。これ青鬼が置いてったってこと？青鬼くんが置いてってくれたってことだよね。小さな鍵って何？鍵かかってたところあった？こことか？あ、ここだ！そうだ、なんか小さい鍵、これだ。ごめんなさいね、抜けてました。小さな鍵、これだ。これで引き出しを開けた。中に大きなバッテリー。なんでこんなとこに入れていたのかわからんが、これどうする？もう一回ちょっとガチャ引きましょう。ちょっと待っててください。みんながみんな友達いると思うなよ。あ、我ぼっちの実況者なり。よし、行きましょう。はい、もうすごい悲しい気持ちになった今の。ま見て行きましょう。ガチャを回す。カペスタッチ。やっぱ一緒だなぁ。一緒ですね。一緒ですね。あ、スクワット、まあ、スクワットにしとこうか。なんか、でかい。でもなぁ、ビビりそう。スクワットビビりそう。よし、行くぞ。これで、いけるかな。さあ、電力を入れようじゃねえか。バッテリー。はい。エレベーターが作動。よし、次のとこ行くぞ。参りまーす。地下へ向かう。ブルーを地下に行くぞ。早くエレベーターを閉めないと無理です。なんでスクワット鬼からさ普通の鬼になってんの、意味わかんないんですけど。危なかった。このチームは呪われてる。危なすぎる。ガタ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 
落としたね。これもいっか、行こう。怖い。セーブしましょう。さあ行くぞ。なんだよなんだよ、どうしたというのかね。鍵をかけられたそうだ。もうダメなんくなったのか。うずらろ、ガタ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 。待って待って、誰が閉めたというんだ。タクロ、タケシやめろ、そういうのやめろ、本当にビビるから。おい、吹いてるだよこれ、これ消去くらいだって、これくせえな。タケシ、あまり動き回ると危険です。うわー、バイバイ、じゃねー。え、早くね、あいつ。早くないっすか。何だと、何ここが、とりあえず焼却炉ってことね。ん、これなんだ、これはドアの開閉用ハンドル、これを回せばたけしの出ていった扉が開け。なんだなんだ、何何、あ、お前か、来たか、とうとう来た。ちょっと待って、遅い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 、お前君遅いね、どうした、遅いね、簡単、ちょっと待って、え、何これ、どうすればいいの。いや、遅いのはすごいありがたいんだけど、あー、なるほどね、これで回せばいいんだ。え、じゃあ簡単じゃん、すっごい遅いじゃん、え、余裕じゃん。まだ先回りされてる。あ、そういうこと、ちょっとずつね、待って、あ、AI 高いじゃないか。なるほど、なかなか視力があるってところ。まあ、とりあえずちょっと、時間かかると思うんで、おそらくの倍速にはなってるかな。ちょっとできないとこっちに切ってればいいな。あまり一気に離れすぎると、これゾンビ鬼が戻ってきちゃうから、まだまだ、ここ、ここから行ける。こっちの方が戻れないから、逆に切られたから、こっちの方が。よしよし。まあ、ここからあとは時間かけてる。ちょっとやっぱり油断するべきにやられるね。よし、ちょっと長いですが、行ってやはい、これで、オッケーでーす。よし、これでハンドル回し切って出口が開いた。ヘイヘイ。じゃあね。よし、オッケー、真っ暗でーす。あ、またある。なんとか振り切れた。ここは、たけしはここから外に。まだ近くにいるはず。この近くに屋敷がありますね。向かってみましょう。荷物がだいぶ増えてきましたね。持ち物を整理しておきましょう。とりあえず荷物を整理して不要なもの。ドライバー残しとけよ。ヒロシ、ドライバーだけは残しとけ、絶対。絶対いるから。ドライバーで、分かった分かった分かった。オッケーオッケー、よかった。てか、あいつナースの手紙ぐらい だけじゃないの、落としたの。別にそれぐらい手に持っててもいいのに。病院の相談出る。オッケー。よし、これでなんとか大屋敷に行けそうですね。いやー、楽しい。これ結構あるでしょう。かなり長いストーリーになりそうですが、これから皆さん、お付き合いしていただけたら嬉しいです。ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。じゃあお疲れ様でした。バイバイ。さあ、行くぞ。ブルー、行くぞ。連続2回目。3回目指していこうじゃないか。さあ行きます。いやー、ちょっと金ちゃんにしてね、結構エットランクスは最近金ちゃん多いですねと。そうなんです。ちょっと気に入っちゃってるんですよね。そしてマスター、あ、じゃあ今回ちょっとマスターの人はね、紹介していきましょうか。すみこさん。よろしくお願いします、マスターの方。いや、前までね、はい。なんて読むの？ラテなんかね、ツイッターでね、トライアングルさんが、マスターいるって確認してくれるから、頑張ってマスターになろうって思いますっていう TL を見てね、あ、これはやっぱりそのマスターになったらこうなれるっていう、まあまあ僕はこんな偉いもんじゃないんですけど、まあそう思ってくれる方がいると、ということはまあそのね、やっぱりみんな頑張ってマスターね、目指してメリットみたいな感じで、できるだけちょっと名前を呼んでいきたいなと。勝手に名前呼んでちょっと怒られたらその動画消しますか。勝手に名前呼ばないでください、申し訳ない。そしたらそれ以降はもう名前隠すようにしますけど。さて、ダルマムディが出現。ちょっとここはあれですね、結構競争率激しいので、こっちで行こうか。ここだと結構競争率低いので多分大丈夫だと思うんですが、できればガスマスクを早めに取っておきたい。お、この光る宝箱の中はガスマスティング、知っとる。もう一度改めて言いましょう。ガスマスティング、はい、と思ったらだるまさんが転んだ。オッケー、だるまさんが転ばない。ちょっと待って、本当に落ち着こう。だるまさん、
大丈夫。だるま、だるまさん、オッケー。よし、まあガスマスクゲットしたんで、まあちょっと気楽かなとは思うんですけど、最終地点がどこかな。ん、なんかすごい音するけど、すごい音するよ、大丈夫。ああ、この音なんかすごい範囲広くない？信用範囲が広い気がする。なんだ、観客と虐待つけてるか、追っかけてる時にすごい心音が上がる。それトランクスはデッドバイデイライトや。よいしょ。おー、こんな姿になられよって。よし、行きましょう。よいしょ。ふぅ。で、今、生存70人か。ちょっと見てきますね、上。どうか、見てきますね。ちょっとどうなってるか。最終地点がどっちなのかっていうのをちょっとチェックしたいので。でもガスマスクも、あ、これ2階や。今回2階だ。多分。50何人で今、あ、よかった、じゃあこっち来て。早めのパブロにしといてよかったです。危ね。そう、いや、ん？いや、わかんねえ、これどっちだ？ 2 階か1階か？いや、今これ平等じゃないか。あー、さよならです。これはダメなんです。動けないんです。そうなんです。めめ。めめ。待って待って、本当に。落ち着け。ここで待ちましょう。いや、2階だな。これは2、いやー、わかんない。どっちで消すか？ちょっと待って。毒切りがあるかどうか、毒切りチェック！いないですね。とりあえず27のおっさんなんですけど、何が毒切りチェックですか？私はこの鏡餅の前で青鬼と戦うことを誓います。さあ、かかってこい、青鬼。なんかあれ、リクさんが止まってるんですけど大丈夫？大丈夫？ペットボトルで噴射したりしない？ロケット作ったりしない？今あそこにロッカーに一人入ってる。まあまあ、でもたぶんあの人マスターだから、そんなずっと出て、だよね。うん、常にロッカーに入るようなことは、入ってるようなことは多分しないはず。入ってると逆に弱いんでね。さて、多分こっちに来るでしょ。あ、でも毒切りが？今、毒切りどうなってるんだ？いや、来てるな。これできればガスマスク消費、あ、どうも、トライアングルと申します。できればこれガスマスク消費したくないから行こうか。多分最終地点あっちっぽい。あー、ダメだ。ここまで来たらじゃあ、ギリギリまでいいよ。こんなんなっちゃったら、一瞬もう使っちゃっただけでも減ってっちゃうんで、できるだけここで耐えて、で、ギリギリになったら向こう行くって形でいいかな。これはもう間に合うけど、ローラースケート欲しい。ローラースケート。ローラースケート！うん、あざに1枚。さて、じゃあ行きましょうか。ゆっくり行きましょう。ああ、でも、青鬼が来る前に行くべきだったかな。いや、でもさすがに大丈夫か。大丈夫？オッケー！よし。最終地点、ここでの勝負ですね。来ました。さあ、ロッカーにおそらく一人は入ってる。一人は入ってるとして、ああ、全員いるってことかな、じゃあ。あ、なるほど。あ、なるほど。待って、今ロッカー入ったら負ける。今ロッカー入ったら、ああ、この人と勝負ね。オッケー。先にロッカー入った方が負けね。オッケー。入ってもいいやで、入ってもいいやで、入ってもいいんですよ。よし、ロカ入って、ロカ入って、ロカ入っていいよ。入んないか、やっぱ入んないか。そうだよね。いや、うまいな。そうですね、向こうからしたら毒切り勝負になった方が有利だもんな。ロッカ入るわけないよな。あ、でももうロッカ入っても意味か。いやー、これは不利ですね。でもありがたいのは、そのゴリラさんが追われてるってこと。そう、これで、これによって、どうだ、どうだ、ガーズ、クソ、数字的に負けてる。いや、待って、大丈夫、ここでガスマスク俺が取る。ガスマスク、ガスマスク、ガスマスク、グッバイだ。やはりマスターには勝てないといったところだ。クソ、3連続ならず。